さあ、やってきました。で、今日はですね、ここの部屋に入っていきたいと思いますね。で、こちらに医療リーダーのキネさんがいらっしゃいますね。で、グレッグルの依頼を受けたわけなんですが、混合団の方に伺ったの。グレッグルの毒を薄めて薬にしているのですって。なるほどね。グレッグルの毒からできる薬は腰痛に効くらしくて、おお、めちゃくちゃ万能じゃねえか。深見さん、腰痛で寝たきりでしょ？ぜひ、グレッグルの薬を作りたくて。なるほどな。ってことで、グレッグルが必要ってことか。で、そのグレッグルをね、連れてきました。譲りますよ、グレッグル。何体でもいるんで。あれ？結構いるよね。で、グレッグルがいます。選ぶで、で、渡しましょうか。はいよ。で、このグレッグルをあげましょうか。この子がグレッグル？なんだか、愛嬌のあるお顔ね。グレッグルさん、毒を少し分けてくださいね。おお、いいね。絆が生まれたな。グレル。グレルって何や。ありがとう。早速薬を作ってみるね。お！ってことで、グレッグルの薬が、これで作られるっていうことか。なるほどな。バッチリよ。これなら効果も抜群なはず。グレッグルの顔がいいね。ポケモンって、意外な形でも、私たちを助けてくれるのね。ポケモンと、人が一緒に働ける施設があれば、もっといろんな人やポケモン助けられるかもしれないわ。そのために、もっとポケモン知らないとね。調査隊の仕事は、様々な人に思わぬ形で恩恵を与えるかも。キネさん、腰が爆発しそうじゃ！ってことで、なんか呼ばれてるね。で、これっていうのは、実はですね、ダイパにつながる話でもありますよ。グレッグルの毒に効能あり。ってことで、まあ、どれぐらいの方が覚えてるかわかりませんが、こちら見てください。グレッグルというポケモン。こちらをかたどった木彫りの置物。これが実はダイパにあるんですよ。で、なぜダイパにグレッグルの置物があるかっていうと、過去にこういった話があったので、ダイヤモンドパールではグレッグルの置物が記念品として、象徴として置かれてるっていうことになりますね。おそらくダイヤモンドパールをプレイされてた方は、これ一度は疑問に思ったことあるんじゃないでしょうか。実は過去にこういったことがあったんですね。なんか面白いよな。過去と未来、点と点が線でつながるみたいな、まさにそんな感じよ。なのでこのサブ依頼っていうのは何気にこなしてる方が多いかもしれませんが、こういった形で伏線が張られていたりするんですよ。いやー面白いね。ってことで今日の動画はこのあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。